腹減ったな。ぼんやりしてるとそれ以上に眠気が来るぜ。無理もないわよ、私たちは夕べ寝てないんだから。きっちり24時間をここで籠城することになるだろう。無理をせず交代で仮眠する方が賢明かもしれんね。そうですね、私と主人がここにおりますので、辛い方は無理せずお休みになってください。相手はそれを期待してるかもしれないわよ。この人数では崩せなくても、いくらか減ったらその隙をついてくるつもりかも。ここには7人いるわ。2人ずつ交代で3時間くらい休むとか。明日の朝は遠いわよ。今はまだ体力があるからいいけど、今夜は辛そうね。せやな、眠いもんはおるか。無理せんと休んでや。おらんかいな。まあみんな無理はせんでな。眠くなったらその時に考えるわ。確かに眠いけど、今はそういう気分じゃないの。例の碑文ですか？ええ。どうせ時間は腐るほどあるわ。退屈しのぎにはちょうどいいと思って。悪くない時間つぶしだ。兄弟で仲良く挑戦してみようじゃないか。借りてもいいかしら？もう少し大きく書き直すわ。夏日さん、もう少し大きな紙はないですか？使用人室に紙くらいあるでしょう。取ってきます。話には聞いとったが、こら難儀な謎やな。何を言っとるのかさっパリや。私も一時頑張って挑戦したんだけれど、同じくさっぱりだったわ。分かってたらのこのこと金策には来ねえさ。何しろ10トンの黄金だからね。真面目に読むのは初めてなんだけど、大雑把に言って3部分に分かれてるのかしら。昨夜から思っているが、キリエさんはだいぶ頭が切れるようだ。ひょっとすると私らでは解けなかった謎をいとも簡単に解いてしまうかもしれんね。ああ、キリエは鋭いぜ。変な先入観を与えない方が面白い捉え方をできるかもしれないな。そうね、キリエさん、率直にこの碑文を読んだ感想を聞かせてくれないかしら。多分皆さんのお役には立てないと思うわ。みんな買いかぶりすぎよ。いやいや、思いつきや適当でいいんだ。お前の話を聞かせてくれ。俺が悩んだ時はいつだってお前のヒントが助けてくれたんだからな。あら、役に立ってたのね。今更だけど嬉しいわ。よせやい、いつも感謝してるぜ。仲がいいのね。羨ましいわ。ぜひ私たちにもヒントを授けてほしいわ。いいのよ、どうせ時間つぶしなんだからリラックスして。きっと見当違いなことを言っちゃうと思うけど、じゃあ私の考えで進めてみるわね。うん、最初に言った大雑把に言って3部分に分かれるとはどういう意味かね。
そのままの意味よ。碑文は大体3つのパーツに分けることができると思うの。まず最初の、そこに黄金の鍵が眠るまでの5行。ここまでが鍵のありかを示した最初の部分。そして第10の番までの11行が黄金鏡そのものの場所を示した部分。そして残りの6行は黄金鏡にたどり着いてからの部分ね。そうですね、鍵と黄金鏡、そして黄金鏡の宝の話の3つに区分けできますね。その程度なら我々だって把握しているさ。鍵と扉、そして宝を示す3つの区分だ。兄さん、余計な口を挟まないで、キリエさんに自由な発想で発言してもらうのよ。キリエ、続けてくれ。俺たちもそれについては同じ認識だ。それで最初に出てくる懐かしき故郷というのはどういう意味なのかしら。普通に考えたらお父様の故郷を指すのかしら。懐かしきとわざわざ断るところを見るととても思い入れのある故郷のように思えるわね。お父さんは小田原の出身だったかしら。生まれは確かに小田原だけど、お父様が懐かしむ故郷は多分小田原のことじゃないわ。それについては多分兄弟たちは全員同じ場所で認識してるわね。そうね、多分小田原じゃないわね。聞いた話ではとても楽しい少年時代だったそうよ。親父の人生で最大の不幸は多分後宮家の当主にさせられたことだろうね。おそらく、うん、親父殿は後宮家の当主になど本当はなりたくなかったのだ。それはどこなのかしら。そしてそこに鮎の泳ぐ川は当時はあったんじゃないかしら。今はだいぶ開発が進んだでしょうから、鮎はいなくなってるかもしれない。お父様が少年時代の当時に鮎がいたと言われると非常に調べるのは困難ね。川も一本ではないが、地理的な意味では我々もそれぞれにかなり調べたつもり。エヴァに至っては現地まで直接調べに行ったんじゃないか。あくまでも旅行としてよ。でも町並みは当時と完全に変わってる。何しろ戦争を挟んでるのよ。お父様がどこに住んでいたのかさえ正確な場所の把握は不可能よ。多分お父様が自ら現地へ足を運んでも今となってはどこに住んでいたか特定できないでしょうね。あちらさんも随分目覚ましく復興したって話だからな。鮎の川と言われてはっきりとした地名は出ないの？そりゃな、何しろ鮎だぜ。水がきれいな川に住むってんだから、それこそ心当たりの川は無数だったろうさ。親父が無邪気に鮎釣りをした小川もその後の開発で埋められたりもしただろう。戦前の地図、もしくは戦前の現地に詳しい人でもいりゃ話は別だな。多分そういう話ではないわ。どういうことだ。懐かしき故郷を貫く鮎の川、黄金鏡を目指す者よ、これを下りて鍵を探せ。ここまでの2行で一度開業してるのよね。この2行だけで何かの提示が成立するのよ。その何かに基づいて次の3行が続くんじゃないかしら。何かの提示って何やろな。わからないわ。とにかくその2行だけでどの川かわからないとか、そんなあやふやじゃなくてはっきりとこの川という特定ができるのよ。ひょっとすると水の流れる川ではないかもしれないわね。鮎の川は何かの比喩かもしれない。鮎という言葉にはどんなイメージがあるのかしら。鮎は鮭みたいなもんや。淡水魚だが生まれてすぐは海に出るんや。そして大きくなると川に戻ってきて生活し、そこに産卵して生涯を終えるんや。まあ一度は家を出るが大きくなって戻ってきて卵を産むってなあたりは一族繁栄的なイメージがあるかもしれんな。へえ、淡水魚なのに海水でも生きられるのかよ。知らなかったぜ。川魚だから海には出られないと思ってたぜ。
アユは香りが良いことから香魚とも呼ばれるとか。私は食べたことがありませんが、塩焼きにするととても美味しいそうですよ。なんや、夏日さん、アユの塩焼き食ったことあらへんのか。うまいで。今度ごちそうしたるわ。庶民の料理だ。君の口にはふさわしくない。これは私の妄想なんだけど、実は私、アユの皮のイメージから家系図を疑ったことがあるの。アユは一度海へ出るけど、また生まれた川に帰ってきて産卵するんでしょ。まるで私のことみたいだなって思って。そうね、今だから白状するけど、私もあなたとマリアちゃんのことを指してるんじゃないかって疑ったことがあるわ。なるほど。川を下ればやがて里あり。家系図を下ってくと見つかる里はマリアの名に含まれる里の字だけだ。でしょ。でもみんなも知っての通り、お父様はマリアのことを毛嫌いしてて、ほとんど言葉を交わしたこともない。それにお父様はかつてマリアに全然違う名前をつけるように言っていたの。それを私が勝手にマリアにした。お父様はそれをとても怒っていたわ。その経緯を考えると、財産や家督を引き継ごうという大切な碑文にマリアの名を引用するとはとても思えなくて。マリアちゃんに碑文を読ませたことは？ええ、もちろんあるわ。でもさっぱりみたいだった。魔女の復活の儀式みたいな、相変わらずのオカルト話ばかりでさっぱりだったわ。親父殿とマリアの接点、確かに両者にオカルト趣味があるが、全く交流はなかった。私もマリアのことを指しているとは思えんね。懐かしきっとわざわざ冒頭につけているのが私は気になるわ。さっきみんなが言っていたように、お父さんにとって後宮家の当主となることが不本意だったとしたなら、それを懐かしんだりするかしら。それは後宮本家を指す小田原ではないと思うの。私にはこの懐かしきという冒頭の一語がお父様にとってとても大切な思い出深い場所を示しているに違いないと信じているんだけれど。まあいいさ、当時の地図もさっぱりだから特定は困難だが、とにかく親父の少年時代の故郷にアユが泳げる川は何本かあったろうさ。水の流れる川ならね。それから？続けてよ、キリエさん。川を下ればやがて里ありからの産業はちょっとよくわからないわ。これは多分アユの川の2行に連結してる。アユの川の正体がわかれば多分自然と意味がつながるものなのよ。それがわからない限りこの産業を先に解こうとしても無駄でしょうね。アユの川の正体がわからねえとお手上げか。しかも文字通り河川を指した保証もねえときた。ったく、アユってのは何なんだ。親父の好物か、それとも何か特別な意味があるのか。深読みしても仕方ねえのか。ミクロとマクロの二つの視点を持たないと視野が狭まるわね。深く考えすぎないで。魚が泳いでいる川、あるいは流れ、下るもの、登るもの、そのくらいの抽象的なイメージにしておいた方が発想が柔軟になっていいかもしれないわ。そしてアユの川の答えが続く産業を経て黄金鏡の鍵にたどり着く。こうして考えると3つの区分というのは間違いかしら。正確には4つの区分ね。アユの川を下り黄金鏡の鍵を見つけ、黄金鏡へ旅立つ、そして黄金鏡の宝。実に面白い。せっかくだ、続けて碑文の最も中心的な部分である黄金鏡にたどり着く第十の番までの見解を聞かせてくれんか。この碑文の中で最も象徴的で、そして物騒な部分ね。生贄なんて単語が連発するから、ついついお父様のオカルト儀式と関係があるんじゃないかと思ってしまうけど、キリエさんならどう見るかしら。
はとても難しいわね。鍵を手にせし者はから始まるということは、多分鍵を理解していないと話が進まない。お手上げではあるけれど、一応挑戦してみるわね。アユの川が水の流れる川とは限らないように、その鍵もまた本当に鍵の形状をしたものなのか疑わしいわね。そうね、暗号とかキーワードの可能性もあるわ。だってこの鍵は鍵穴に刺すものじゃない。第一の番に6人の生贄を選ぶためにあるんだもの。その意味においては、この鍵は黄金鏡の扉を開くものじゃないと言い切れるわね。しかし物騒な鍵です。6人もの生贄を選ぶ鍵なんて。鍵はどうやって選ぶんや。ルーレットみたいにくるくる回すんかいな。この鍵がある特定の6人を指し示す、いえある特定の6つを指し示すというべきね。もしこれが文字通りに生贄を捧げろという意味でないならば、例えばアナグラムかもしれないわ。アナグラム、文字遊びのことかね。ええ、さっきローザさんが家系図の話でマリアちゃんの名前に里が含まれてという話をしていた時からずっと考えてるの。例えばルドルフさんが懐かしき故郷という単語からずっと地形的、座標的なものを想定しているようだけど、そうじゃないかもしれない。これはある種の謎、あるいは文字遊び。